ということで早速、ゆうさん、二人のジャージ、かわいい。ありがとうございます。いいっしょこれ、かっこいいっしょ。めっちゃ部活感あるよね。いや、赤やっぱ部活なのよ。確かに。みたいな。そこ。そう、そんな勢いでやってるから ね。みんなインドアなのに ね。いや、確かに。みんなね、全然出ないの。みんな結構陰キャなのに。そう。だけどね、あの、赤の時だけ、あの、体育会で行きたいなっていう。ね、そう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 。気持ちは。実際体育会系なのだってさ、うん、あんちゃんと、週間ぐらいじゃない？私ぐらいだよね、うんうん、そう、アンジュと私ぐらいで、ね、確かに、やめてよ、なんかみんなインドアとかすいません、今更すいません。いや、大丈夫です、大丈夫です、はい、つぶやいてください。どんどんつぶやいてください。はい、それでは皆さんと一緒に番組では続いてヨーソレーム、ヨーソローネーム、うん、ブーンさんからいただきました、はい、ありがとうございます。カウントダウンライブのテーマソング、ライブウィズアスマイルが発売されてからずっと聴いています。ありがとう、ありがとうございます。シリーズを通してのラブライブらしさや爽やかさと初々しさを感じさせてくれる楽曲ですね、うん、そして何よりもみんなで歌ってるので迫力とパーティー感がすごい、うんうんうん、この曲本当にスコ、はい、おい。サンサンサンドイッチネーム、マクロさんからです。ありがとうございます、うん、ライブウィズアスマイルの2番の後、君の願いはいつか君の力で叶う日が来るんだという歌詞にすごく勇気づけられます。皆さんのことを応援しつつ、僕自身も夢に向かって走り続けたいと思います、うん、年末のライブにオンラインで参加予定なので、もしもライブで披露されたら画面の前で一緒に歌いたいと思います。まあ、まだ歌うって決まってないんだけどね。もしね、披露されたら、うん、ぜひ画面の前で歌ってほしいな、ね、なんて思うけど、もしかしたらライブ終わった後チェイサーで流れるかもしれない。あ、それもあるかもしれないね。チェイサーで一緒に歌ってもう歌わないって、うん、なんて、うん、歌えよ絶対。楽屋で歌ってるかもしれない。楽屋なんでよ。メイキングメイキング、固くない歌聞きたいよ。聞きたいね。ラッキーぐらいに思っといてくれ。本当に歌わないんじゃないかってみんな思って。そう、ジカが毎回これで確かに言われてねえ、歌わないかもしれないからねって。そう、だってここでもう歌いますとか言っちゃったらさ、うん、みんなのさ、ね、期待がね、うん、じゃあ歌います。歌います。歌わないわけないじゃん、だってわかんないけど。いや、まあ、あの、どこら辺で来るかわかりません。そうね、いやいやいや、ね、でも本当にまだ私たち自身もカウントダウンライブがどんな感じになるのかっていうのがまだ全然想像がついてないからね。たださ、カウントダウンより一足先にアクアのワンマンで歌っちゃうかもしれないしね。9人で、まあ、一応ね、学校ごとにあるけど、あるけど絶対歌ったら大変だよ。ダメだね、大変だよ、ダメだね。それはもしなんか誰かが瀬戸に入れたいとかなったらさすがに止めるよ、止めた方がいいね。ちょっとやめとこうかって。止めよう、止めて、そしたら、そしたら止める、うん、そうね。相田さんやんないでよ。アカペラで歌いますか。一人でいきなりマイク落ち始めて。いや、照明落とされるから。照明とマイク落とされる。いやいやいや、はい、歌う時いい曲なんですよ。ちょっと話しとれちゃいましたけど、はいはい、ちゃんと歌いたいね、みんなでね。そろそろ怒られそうだからやめようか。春近さん、うん、歌ってよカウントダウンで、うん、歌うってば。歌うってだから。歌うよ。本日も相田さんが暴走しております。もうなんかほら、もうコメントすごい。相田さん、相田さんなってるよ。いや、この曲ね、いい曲だから、ちゃんと良きように、そうそう、良きタイミングで。あとジャケットもね、なんかちょっと今までとはまたちょっと違う感じになってるので、ね、うんうんうん、なんかぜひジャケットの方も皆さんね、注目していただけたら嬉しいななんて思います。はい、まとめてくれてありがとう。はい、大変です。ありがとう。はい、あの、一応年下でやらせてもらってるんですけど。しゅかちゃん、ありがとう、うん、大変です。次いくよ、もう。はい、はい、ヨーソローネーム。一人じゃない、ね、いいね、そうそう、いいね。いや、ほんとよ。これはすごく、うん、やっぱこういうね、ご時世になってから、うん、ちょっと一人にいる時間とかが多くなったじゃない、うん、そうだね。そう、だけどね、つながってるよっていう、うん、なんか一人だなって思った時は空を見てほしいなと思います。空っていつでもつながってるじゃん。だって、あの、今見ても天井なのよ。今ね、あの、すぐね、実行してくれたんだけど、ありがとうね。抜かれてたかわからないんだけど。ちょっとね、もう2人やだー。
かこのねラジオテーマにしてんのもいいよね。はい、そうそうですよ、ね、いきなり喋り始めた急にもなんかラジオってすごい寄り添ってくれる存在だなって思うからそのいいよね。要はなんかエモいですね。エモいです、はい、鍋さんの言葉を借りるとエモいなっていうね、はい、はいはいはい、 いやちょっともうリカコとだってこの間もね2人でこの間もやったもんね。テーブルクロスやったもんね。そう、うん、やっぱねアイラさんと2人大変ですね。嫌いにならないで。裏ラジとか久しぶりに行くとさすごいんだもん。裏ラジとかでもリカコってでもそう裏ラジはそういうのカットされてるか多分編集でなんとかなってるじゃない。う違う今日わかる、これ 生配信なんですよ。カットされないですよ。やったーやったねえまたちょっとツイッター見たら多分相田さんってまずいるよ。もう出してもらえなくなっちゃうから私も生配信 NG 出されちゃうからもう間編集読みますね。真面目にね、うん、いきますね。真面目にいきましょう。はい夜空ネーム、はい、トーキさん、はい、ありがとうございます。サンサンサンドイッチネーム食べられたい毒リンゴさんからです、うん、ありがとうございます。ユニットの魅力を最大限にユニットの魅力を最大限に発揮したライブを披露してくれた、うん、シャロン、アゼリア、ギルティキス、その個性豊かな3ユニットが集まってアクアになるだなんて、うん、2年半ぶりのワンマンライブは一体全体どうなってしまうのでしょうか、うん、急戦調パワーなライブを期待しています。急戦調パワーでみんな覚えてるかな、うん、みんな覚えてますか急戦調パワー、うん、パワーシャゼリアキスっていう伝説なね、キュー出すキュー出すキュー出す急戦超パワーみたいなサンタ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 そうみんな分かってると思うけど、ね、結構私とリカコ適当だからそうこの二人合わせちゃダメなのよ基本的に。そうでもなんだかんだシュカはまとめてくれるって私知ってる。やめてそこに甘えないでよ。やれやれ人選んでるからあれやれもうパチパチパチじゃないよ。何今だからね、うん、びっくり。そうあの、ね、気づいてる人がいるかもしれないけど私結構進行あんま振られないんだよねニコ生。嘘あんま進行してないかも。進行苦手なの。え苦手じゃなかない。進行やろうとすると私進行しかしないから、うん、人の話ぶった切って進んじゃうから私も苦手なんだよね。アイダさん進行苦手ということで皆さん主歌上手だからワンマンライブの話ですよ。ワンマンライブよ。ワンマンライブはいはいはいじゃないのよ。ねえ漫才じゃん漫才じゃん。もう2年半ぶりですから、うん、やばいね。覚えてるよあのさ、うん、ネクスパでさ階段登ってってさ、うんうんね、すごい悲しい気持ちになった。あの時は確か次のライブの多分告知とかをしないでしてなかった。階段を登った気がするんだけど、そうだね、なんかね、あれはちょっと泣きそうだった。なんか本当に泣きそうだった、うん、泣きそうだって、うん、心は泣いてる。そうそうそうみんなで裏で泣いたよね。みんなで裏で泣くそうなんかねあの時珍しくアリサも泣いてて、うん、珍しくとか言わないでそういや私すごいその時悲しかったんだけどふっとアリサ見てあアリサでも泣くんだってすごいね。やめてそこでなんか冷静になんないでよ。アリサの涙見てなんかちょっと冷静まあ確かにねなんかアリサなかなかねステージ上とかでも泣くイメージはないからね。かっこいいからねアリちゃんはね、うん、そう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 いやーでもね、うん